はい、皆さんこんにちは。レックス専任講師森田隆二です。それでは、ただいまより不動産鑑定試験2018分野別過去問解析プラスアルファ答練経済学第1回目の講義ですね。開始させていただきます。よろしくお願いいたします。 はいえー、本日ですね、プラスアルファトーレンの第1回目ということなんですけども、まあ、あの私の経済学は全8回ということで、えーまあ、ミクロとマクロという、ねえー、ところからあ経済学は成り立っておりますんで、まあ、半々ですね、えー、4, 回4回、4回、4回ずつね、えー、4回ミクロ、そしてマクロを4回というような感じで、 やらせていただこうと思っております。で、始めの時間ということですからね、まあちょっとガイダンス的なお話になってしまうんですけども、今回第1回目のプラスアルファレンということで、本講座の目的というところですね、お話しさせていただきますが、まず、この講座はですね、講義、インプットですね、これやらせていただくということで、まあインプットがですね、約、えっと、あ、ごめんなさいね、これ約50分ですね。ごめんなさい、インプットの講義が約50分ということで、 あごめんんなさい、いいですね、えー、約70分ということでごめんなさいね、えー、あの解説講義全体が70分あって皆さんに1時間で解いていただくということで,で初めの50分ですね初めの50分私がまず解説してで皆さんに答案練習をしていただいてそして残り20分私が解説するということでまあだから私はあの持ち時間計70分ということでねおそらく延長させていただくことになるかと思いますけど、えー、すいませんっていうか先に謝っておきますけども、まあ、いずれにいたし ましても70分以上はね私の方で話させていただくということで、まあ、そういった意味ではインプットの内容もこの講座には入っているということなんですが。 でそのインプットの内容ですね、えー、ハイレベルの知識考え方というふうにこれ書いておきましたけども、まあ、ハイレベルというふうに言ってもですねあの、まあ、ややレベルが高いかなというね、えー、問題これをちょっと集めさせていただいたということですねあのこのプラスアルファートーレンというのは、まあ、一回学習したことがあるぞという方を対象としておりますんで、まああまりにも簡単な問題をね持ってきてもそんなの知ってるということだと思いますんでまああの過去問を使ってですね、まあ、過去問はやっぱりねやや難しいというような感じですから えー、過去問を使ってということで、まあ、そういった意味では、ね、やや難しい、まあ、ハイレベルという,うあのレベルになるのかなというふうに思いますけども、えー、そういった、ね、内容をご紹介させていただくとで、えー、このインプットだけじゃなくてですね皆さんにアウトプット60分ですね。 まああの本試験で考えますとですね2時間とういうことですから120分皆さんはミクロとマクロえまあ答案をですねえ書くということになるわけなんですけども本講座は皆さんに60分間解いていただくということでまあ半分ですねえ本試験の半分の時間を使ってアウトプットしていただくとやっぱりねアウトプットしないとなかなか成長しないというのがあるんですよね。不動産鑑定試験は担当式試験と論文式試験がもちろんあるわけなんですけどもやっぱり担当式試験 試験とやっぱり論文式試験のの勉強の仕方、スタイル、これはやっぱりどうしてもかっていうと論文式試験はやっぱり白紙の状態から、えー、書いていかなければいけないということでやっぱりトレーニングが必要にななってくるわけなんですよね。ですから電車の中でですね、まあ、本を読むテキストを読む、まあ、そういったことももちろん大切になるわけなんですけどやっぱり時間を計ってですね、本番さながらの状況でですね勉強すると、えー、答案を作成するという経験というのがどうしても必要になってきます 経験値っていうのがどうしても合格には必要になるということで、まあ、そういった試験これが不動産鑑定試験の論文式試験ですからそういった意味でね時間を確保していただいて時計でね時間をしっかりと測っていただいて解くということですね。でその解くということなんですけどもやっぱりね しっかりと時間を測っていただいてまあ、できれば図書館だとかあるいは自習室だとかそういったところですね邪魔が入らないような状況でやっていただければなというふうに思いますねまあ、例えば自宅でやってたらですねあのー、例えば日曜日の昼間とかねえピンポンとかってなってですね、えー、なんかなんか お届け物ですみたいなねあの、えー、宅配のお兄さんが来たりもしますからあそテストやっててですね答案練習会やっててそういうふうなね、えー、宅配のお兄さんが来た場合は出なければいけないということでそこで一旦テストが中止になってしまいますんで、まあ、やっぱりそれだったら本番さながらの状況とは言えないかなというふうに思いますんでやっぱり邪魔の入らないような状況、まあ、だから携帯電話は切るだとか、えー、邪魔が入らない状況で本当に60分間集中していただいてですね60分間のそのそ これを肌でちゃんと実感毎回毎回していただきたいということですよねだから私はよく申し上げてるんですけども練習こそですね本番のつもりで受けると。 いうことだと思うんですよね。ですからそこがまあ、うん、甘いとですね、なかなかやっぱり早く合格できないということになるのかなというふうに思うんですよね。やっぱり練習こそですね、本番さながらの状況でやっていただくと、で逆にですね、本番こそ練習のつもりでやるんですよ。練習でいつもですね必死にやってればですね、えー、本番こそ練習のつもりでやればそれがねストレートに力が出てくるということですから、えー、まあぜひですねあの時間等を計っていただいてでねそこでまあもちろんね通信 の方だったら誰も見てませんけどやっぱりズルしないでいいでただければと思いますねやっぱりこの60分という風にやっぱこうに一応まあ制限時間決められてますから、まあ、それを超えないとね超えてしまいたいですよあのちょっと難しい問題だったらいろいろ考えてたらすぐ60分なんて経っちゃい,でしま,いますからいやちょっと時間足りないなという風うに思ってですね、まあ、誰も見てないからいいやっていうことで、まあ、23分5分延長という方も中にはいらっしゃるかもしれませんけどそれをやっちゃうとですねやっぱりあの 60分間というですねこの時間の間隔がやっぱり、えー、なかなか肌にね、えー、染み込んできませんからもう60分間だったらそこで一旦止めるという、ね、姿勢ですねそれが大切かなというふうに思いますね。まあ,あのそうは言ってもですねちょっとまだ書き足りないという方は一旦そこで止めていただいてで後で分かる感じでねこっから先は60分超えちゃいましたみたいな後で分かる感じでちょっとだけメモ残しておくだとかそういったところを、えー、するということがいいことかなというふうに思いますけども。 やっぱりですねあんまり延長は良くないかなというふうに思いますね、まあ、時間はしっかりと測ってそして解いていただくそして本番さながらの状況がいいかなとなるべく邪魔が入らない状況がいいかなと練習こそ本番のつもりで受けるとその姿勢をね、えー、持って、えー、答案練習会に臨んでいただければと思っております。 でまあ、ハイレベルな論文作成力をです、ねまあ、つけていくということであります、えーまあ、ややレベル高い、ねえー、問題なんかを扱ってるかなと。 で、えー、まあ講義のインプットですねとですね演習アウトプットを織り交ぜてですね、えー、合格答案をかけるようにするということで、まあ、やっぱりインプットとアウトプットですねあのこの講座以降はですね論文実践答練というのに入りま,入りましてですね、まあ、基本的にはですねあのアウトプットをしたいと。論文実践答錬なんかは 2時間でまず皆さんに書いていただくとでその後に、えー、答案練習会ごめんなさいその後に私がちょろっと出てきて解説するんですよね、まあ、60分、まあ、大体ちょっといつも延長させていただいてるんであの申し訳ない限りなんですけど大体私の残業にねちょっと付き合っていただく形になるかなというふうに思いますが、まあ、いずれにしても、まああのえー、答案練習会になると皆さんがもう書くそれが主役というかね、えー、それがメインになってきますんでやっぱりこをしっかりとね、えー、時間を守って書くということを、まあ、心がけていただければと思いますね。 こはですね全ての科目でしっかりと時間をね測ってやっていただければですねまあ、かなりねそのアウトプット力っていうのはできてきてるかなというふうに思うんですよねまあ,あなるべくそういうふうなスタイルで解いていただければと思っておりますでは、まあ、あの本日のポイントといたしましてね えー、都市経済学というふうにさせていただきましたけども都市経済学というのはあのミクロ経済学の一分野ということで応用経済学なんですよね。応用経済学というふうに言ってまあ応用分野ですね。えー、で特にミクロ経済学の応用分野ということなんですけどもで近年ですね我が不動産鑑定試験ではこの都市経済学のエリアからの出題っていうのがまあ増えておりましてですね、まあ、浅田義久試験委員という方がいらっしゃったんですけどもその方以降ですね急激にこ都市経済学 学の問題が入っててきましてですね、まあ、最近では毎年のように出てるとミクロ経済学では最近では毎年のようにこの分野だということでありますから、まあ、今回もですねプラスアルファトーレンということで出させていただきました。で、えー住えー、賃貸住宅市場の余剰分析ということですね。 あの余剰分析っていうのは我が不動産鑑定試験では大好きなあもう激品質の分野になるわけなんですけどもあの賃貸住宅市場ということで、まあ、こちらはちょっと若干ね難しいところも入ってるということで、まあ、今回の問題であるとっというふうに問題1はあるんですけども、まあ、かっこ3なんかは結構難しいかなというふうに思いましてね、まあ、あのレベルはちょっと高いかなというふうに思ってるんですけどね。 で、えーまあ、余剰分析ということで価格と数量をまず求めてそして消費者余剰生産者余剰、えー、そんなところを求めていくということになりますよね。で、あの余剰分析をする際にですね皆さんねちゃんと気をつけていただきたいんですけど価格と、まあ、数量まあ価格,均衡価格ですよねで均衡取引量ですねこれを求めるということなんですけどもあと余剰分析をするってことは三角形の面積あるいは四角形の面積余剰分析をするということは面積を求めなければいけないということなんでまあ しいまして、ね、あの切片の情報、えー、これは是非拾うとあるいは切片の情報をちゃんと出すと。 いいうところですね心がけていただければと思いますねだからこれあのグラフを書けという問題では今回ありませんけども計算問題ということでね、えー、ありましてグラフを書くという問題ではないんですけどもグラフを書かないとこれ絶対答え出てきませんから、まあ、そういったあ、ねえー、グラフをしっかりと書くということですねあの問題としては求められてませんけどグラフを書くことは是非、えー、やっていただければと思いますね。 でまあ、近年都市経済学から出題は「激品質」ということでもういっぱい出てるということなんですけどねではえっとですね早速中身の方に行きますが。 1>, 1ページですね、えー、申し訳ないですけど時間も時間なんであの問題を読んでるというね前提で、えー、解説の方をさせていただきますんであの皆さんねまだ読んでませんという方は、まあ、ここで一旦停止していただきましてですね問題を読んで、えー、そして私の講義をね、えー、聞いていただければと思いますねで結構私はできるんだと言われる方はぜひですね、まあ、今回は計算問題ということですから、えー、特になんですけども計算ねあの自分でちょっとやっていただければと思いますねお手上げですという方はもう今 見てていいただいても問題読んで見ていただいてもいいですけどもちょっとできそうだと言われる方ね特にねかっこ1はできてほしいかなというふうに思うんですよね。えー、かっこ1はこれちょっと本番でありますとですねこれかっこ1を,かっこ1を落としちゃいますと、えー、少々厳しいかなというような状況になってしまいますね。でかっこ2かっこ3はちょっっとレベルが高くなってしまいまいす特にかっかりと取る必要があると合格をするならば、えー、1は絶対外せないかなというような内容 ですからちょっと、うん、あんまり自信がないという方もカッ1まではねちょっとやっていただきたいかなというふうに思いますね。 ではです、ね、まず、カッコ1ということで、えー、っとですね、こんな感じですよね、皆さんお手元、えー、見ていただければと思いますけども、えー、補助政策を取らなかったケースを考えるということで、えー、あの政府の介入ですね、これ、ない場合ですよね。カッコ2とカッコ3というのは、これ、政府の介入がある場合ですよね。カッコ2なんかは補助金を支給すると。で、誰に補助金支給するのかなっていうと、あのー、消費者ですね、消費者に補助金を支給するというケース。そしてカッコ3というのは、えー、政府が、あ 賃貸住宅を供給するケースということであの、まあ、2タイプの、ね、政府の介入がある場合ですねこれが出てきているということですよね。では、えっ,と、っこ1から、ね、お話しさせていただきますがあごめんなさい、えっと、次3ページになりますかね。 ちょっとね私メモの方もねいろいろ書かせていただきましたんで、まあ、皆さんあのメモもちょっとね、えー、取っていただければと思いますねあのー、ですね、まあ、ちょ一時停止かなんかしていただいてですね一時停止かなんかして頂い,いて、まあ、後ほどちょっとメモ取っていただければと思います。では、えっと、まずですね重要曲線ですね。 えー、需要曲線というのが、まあ、問題文で与えられておりますけどこれを一というふうにしましたで需要量 d をですねこれ x というふうに変えましたで何でかっていうとこれね、えー、グラフなんですけどもあの横軸に、まあ、販売数量量を取ります横軸に横軸にですね販売数量量を取りますんで量を、まあ、これ x というふうに置きますね需要量供給量いずれにしても数量ですから需要量供給量いずれにしても 量ですから数量ですから、えー、D と S を X っていうふうに考えます。いいですか。 需要量も供給量も所詮数量なんですよ。数量ということですから、x で、えー、需要と供給をね、ここでは表現しようかなということで、まあ、G、十 d をね、x にこれ変換します。で、これを丸一ダッシュというふうにしましたけども、そしてこれからやりたいのは余剰分析ということですから、必ず皆さん p イコールの形にこれ書き換えてください。p イコールの形ね。で、なんで p イコールの形に変えるのかつと,と、p イコールの形に変えれば傾きがわかる、切片がわかるということでいいこと。 ずくめなので必ず縦軸 P 縦軸 P ですから P= イコールの形に変えましょうそうすれば X、横軸 X にくっついてるこのマイナス5分の1っていうのがこれが傾きになるわけですよね。マイナス5分の1これが傾きになってきますよ。 ええー、いいですかで切片が1ということですね切片が1で傾きがマイナス五分の一。そして同じようにですね供給曲線ですね供給関数 s イコールというふうにありますけれども供給量というのは所詮数量ですから供給量というのは所詮数量なんで x s を x に変えますでこれを丸三ダッシュというふうにしますけれどもやっぱり同じように p イコールの形にします p イコールの形にすればいいことづくめであるとなぜならば傾き十分の一。そして切片 400という情報が手に入るということで切片が400そして傾きがあ10分の1と。ですかね切片と傾きの情報が手に入るとこういうことになりますんでね。 じゃああとはですねこれね、あのーまあ、均衡点はどこかなっていうことで、まあ、均衡点はクロスしてるいい,い,い点なんですけども需要イコール供給ですね均衡均衡してる時っていうのは需要曲線と供給曲線が交わってるつまり需要イコール供給ということで、えー、需要イコール供給一と三ですね一と丸3ね需要イコール供給から一と三を、えー、使って需要イコール供給 d イコール s これを作ってあげるんですね。 D というのはあ丸一式ということですからあこちらですね 5,000−5P5P と D というのはね。で S というのはあこちらですねこう丸三式ですから。 えそれでやりますと、まあ、価格が600というふうになりましてねでこれをまあ丸ごし「丸5式」というふうに置きますと価格が600っていうのが求まればですね価格が600っていうのが求まれば需要曲線か供給曲線のどちらかに代入すれば数量が出てくるということで、えー、需要曲線、えー、例えば「丸1ダッシュ」えー、ね需要曲線に、えー、このね価格を代入して量を求めますということで2,000という量が求まったわけですね。いいですかであとは こは余剰分析とというで消費者余剰っていうのは価格よりも上で需要曲線より下の部分ですから三角形 AEB です三角形 AEBAEB、e、というのはどういうふうに計算するんですかっていうとここ計算式ありますよね。底、えー、底辺辺がが高高さが底辺高さ2ということで三角形 AEB を求めていただければと同様に生産者余剰ですけども、えー、三角形ですねどこ BEC、えー ですね価格が600600 600よりも下で供給曲線より上の部分ですから三角形 BEC、えー、ですから底辺が2,000高さが600-400その2つを掛け算しかけることの2分の1をしてあげればあ2万というふうにね生産者余剰が出てくるとで社会的総余剰っていうのは消費者余剰と生産者余剰を足し合わせたものであるってことでこの2つ足し合わせて 60, 60万っていうふうになるわけですね。いいですか まあこんな感じでね求めていただければと思いますけどね。 まあこちらはですねもう点取り問題ですね、はっきり言って、こちらで落とすことは許されないかなというふうに思いますので、ぜひですね、あのーえーしっかりとここのところは押さえていただきたいというふうに思いますね。で、括っ二2になるとちょっと難しいんですけどね、で括弧にちょっと問題を確認させていただきますけど、この住宅、この賃貸住宅う市場で、消費者に1個当たり150円のね、月で言いますと、補助金を与えたと。補助金を 与えましたと消費者に与えていいるととうことですねでこれ消費者にですね補助金を与えるとまずグラフはねどういうふうにね変化するのかと、ね、あの税金を課すとですね、えー、供給曲線があ、まあ、右にシフトする下にシフトするっていうことがあ、ねえー、あごめんなさい税金を課すと供給曲線が上にシフトする左にシフトするということですけどもあの補助金を課した場合はね 生産者企業に補助金を貸した場合は供給曲線が下にシフトするということだったんですけども今回生産者企業にですね補助金を出してるわけじゃないんですよ、ね、消費者に補助金を出してるわけでありましてじゃあ消費者に補助金を出すという場合ですねあの需要曲線これどういうふうにシフトするのかなっていうことなんですけどもこんな感じになります4ページですけどね需要曲線がですね。 補助金支給にによって右にシフトしますこれはまず覚えておいてください。でなんで右にシフトするんですかということなんですけどもそもそも皆さん需要曲線というのは、ね、そもそも需要曲線というのは支払い資格なんですよ。需要曲線というのは支払い資格を 一本のの線ににしたももっていうふうふ考えるることでできるんです需要曲線の解釈っていろいろありましてねあのこの価格水準の時これだけ需要しますよとそういうふうに、まあ、縦軸の方から考えることもできますし一方で、ね、一方で支払い資額つまり2,500の販売数量であれば650まで例えばお金を払っていいっていうね支払い資額が 表現されているというふうに考えることもできるんですね。六百五十円だったら、需要は二千五百ですよっていうね。そういうふうに見ることもできますし、二千五百の、えー。供給量があるんだったら。 2,500の数量があるんだったら最大で650払ってもいいですよという支払い資額を表現し,、えー、してるっていうふうにも解釈できるっていうことで、まあ、需要曲線というのはいろんなね見方ができるわけなんですけども、まあ、支払い資額を表しているという観点も押さえといて頂いければと思っております。では これ右にシフトするということなんですけどこれどうしてかっていうとね支払い資額というところがポイントなんですけども今回150円のです、ね、補助金をくれるんですよね消費者に。消費者に150円の補助金をくれる,くれるということは支払い資格が150円分だけ上ににシフトすするといいうことに他ならならんですよ、ね、150円くれるということは支払い資額がその分だけ150円高まるということに他ならないわけですよね。 ですから例えば、ねえー、何でもいいんですけども、ねえー、これね、えー、600円払ってもいいやっていうふうに思ってた時に150円,、ね、150円お金をもらえるってと750円まで支払い資額が上がるわけですよ、ね。1000円払ってもいいやっていうふうに思っててですね150円の補助金もらえるんだったらプラス150円の1,150円の支払い資額になるということで需要曲線が上にシフトするんですよ。 ね、補助金支給分だけ支払い資額が上がりますんで上にシフトするんだということになるわけですねですから需要曲線が上にシフトするこれはね難しいですよねあの難しいというのは今の解説聞いていただけたらねあの簡単じゃないかというふうに思われた方いらっしゃるとは思うんですけどもあの私の通常の講義ではあんまりね需要曲線の補助金支給によるシフトっていうのはあんまりやってないのであんまりっていうかほとんどやってませんのでねそういった意味ではここは、まあ、現場思考力が問われているのかなということでそういった意味では という意味でで難しし私は申し上げてるんですけどねあの供給者生産者にです、ね、補助金を支給するケースあるいはあ税を課すケースっていうのはよくやってるんですよ。で税を課すケースなんかはですね重量税のケースも重課税のケースも結構いろんなケースもやってますんで、えー、そちらの方は、まあ、あいろんな対策を練ってるんですけども消費者の方に、ね、補助金を支給するっていうケースは、まあ、ちょっとやってませんので。 そういった意味でははここは、ね、現場思考力が問われたたのかなと。ただしあの支払い資額というね、えー、あのそういった言葉はですね私の講義では申し上げてるんですよ。で支払い資額っていうのを知っていればですね,ね、えー、150円もらえると消費者が150円もらえるということは支払い資額が150円分だけ増えてるなということに他ならないなっていうふうに考えていただいて、ね、そうすれば需要曲線が上にシフトっていうふうに言えますよね。 1,000、えー、の、えー、支払い資額があると150円もらえるからプラス150円分の1,150円の支払い資額になるなと、ね、600円払ってもいいと。 150円もらえるんだったら支払い額が750円になるなとつまり需要曲線が補助金もらえたら右にシフトするなっていうふうに、まあ、そういうふうに考えていただきましてですね需要曲線右シフトといいいうにやっていただければと思いますね。ではあ、まあ、要は切片がですね、まあ、上にシフトですから切片が、まあ、150だけ上に行くっていうことで。 これねそもそも需要曲線ですねそそもそも需要曲線丸2式なんですけども切片部分を150増やしてあげます切片部分を150増やしてあげて丸2ダッシュというふうにしますで新しい均衡点がここなんです、ね、需要曲線がシフトして新しい均衡点がこの E 点というところなんですけどもここの、えー、価格と取引量を求めたいと E 点の価格と取引量を求めたいわけですからあこのねクロスしてるところは連立方程式求めればいいんですよね。 あの交わってるところっていうのはもう何でもそうですけども ISLN 分析でもえ45度線分析でもえ何でもそうなんですけども要は2本の線のえまあ連立方程式を解くということですね交点を求めるというのは連立方程式を解くということに他なりませんからえクールの均衡でもそうですよ私あの昨日ね2018の合格基礎講座のまあライブ講義水道橋でやってきましたけどちょうどクールの均衡をねやってたんですけどもクールの均衡でもあのそれぞれの線を出してですねあとは連立方程式を解いてクール ルのを出すということなんですけども、まあ、いずれにしても交点を求めるということは連立方程式を解くとその解が交点であるというふうになるわけで、まあ、従いまして需要曲線が2ダッシュそして供給曲線が4式ですから2ダッシュと4式を使ってですね、まあ、こういうふうに式を組んであげてやりますと取引量が2500になるとでこれを6といたしましてね4式である供給曲線に2500の数量を代入すると価格が650になるの のかなということで650と取引量が2500というふうになりますで、あとは消費者余領からいきましょう消費者余領っていうのは価格650よりも上で需要曲線より下の部分ですから、えー、記号で申し上げますとね AEC ですこれ書いておきましたね、記号ね AEC 三角形ね であとはまあここはちょっと見て頂ければと思いますけど、まあ、要は底辺が2,500だから底辺かける高さ高さは1 1 5 0六6 5 0ですよ。で分2一をすればよくて、まあ、62万5,000というふうになるわけです。 で生産者余剰の方なんですけども生産者余剰はあ価格よりも下でえ供給量より上の部分ですから三角形 CED というふうになりますね三角形 CED ですから底辺が2500高さが650マイナス400と、えー、ですからまあ計算ねしていただきますと31万2500というふうになります。で一方で補助金というのが支給されますよねだからこれ忘れないでくださいね。 あの需要曲線シフトさせてですねそれで安心しちゃって、えー、政府の余剰を出さないといいいととうことはやめてたただきたいんですよあの政府が出てきて需要曲線がシフトしてるわけですよね政府が補助金を支給するということで需要曲線がシフトしたということですから、まあ、政府の余剰というのを考えなければいけないで補助金というのは政府の財布から金が出ていくということですから余剰でいうとマイナスの項目になるということです、ね、税収っていうのは政府の財布に金が入ってくるということですから。 でそのお金っていうのはあのいろんなその、まあ、例えば公共財を購入する際の資金になるわけですからあー、まあ、社会的に考えても余剰のプラスというふうになるわけなんですけども、まあ、いずれにいたしましても税収は余剰のプラスそして補助金というのはお金が出ていくわけですからあ余剰のマイナスというふうになるわけなんですけども、えー、補助金はじゃあどうなんですかっていうと1個当たり150円ですよね。 1> 1個あたり150円、それが数量が2,500ですから面積でいうと、e、AEFBAEFB つまり 150×2,500 というふうになりますね。 それが37万5千という補助金です。これはマイナスの項目になります。ですから社会的相予上を求める場合は、ねえー、消費者余剰と生産者余剰はプラスする。そして、えー、補助金はマイナスするということで、56万2千5百という社会的相予上になるのかなと。そして、えー、資源配分の、えー、上の損失、死価重ですよね、いわゆる。死価重というのはあどういうふうに出すんですかって言うと、 えー、政府が介入してない時の余剰というのが60万でしたでこの60万から政府介入の、えー、政府が介入した場合の、まあ、要は補助金支給した場合の総余剰が今求めた56万2500ですから引き算すれば、えー、3万7500ということでこれが、まあ、あ余剰の損失分ゅうというふうになりまして、まあ、面積でいうと EFG ですねね、e、これねちょっとね。 あのー、EFG が鹿重になってるというのをあのグラフでもね、えー、しっかりと掴んでいただきたいというふうに思いますんで、まあ、今からちょっとね、あのー、記号記号というかプラスとマイナスを入れますのでただねこれちょっと入れるとひょっとしたらね見づらくなっちゃうかもしれませんので、あのー、ちょっと私が先にもうプラスとかマイナスとか書きますんでそれ見ていただいてですねこれなんか逆に書くとごちゃごちゃするなというふうに思われた方は、まああのー、書かなくても結構ですんで。 まあその辺ちょっと柔軟に、ね、捉えていただければとと思いますちょっと私は一応説明上書かせていただきますけどなんかぐちゃぐちゃになっちゃったらあの元も子もありませんからとりあえず見ていただいてそれであのまあ書けるなっていうふうに思ったら、まあ、どこかのタイミングでストップしていただいてねそれで書いていただければと思いますじゃあちょっと書きますけどもまず消費者余剰からいきますよ消費者余剰価格が650ですから650より上でシフト後の需要曲線より下ということですから三角形 A EC ですよねプラスを振っていきますこことここですねプラスを振りましたで、えー、次にですね生産者余剰ですね生産者余剰は価格より下で、えー、供給曲線より上の部分ですからプラスを振っていきますよ、えー、こことここですねちょっと見づらいですよねごめんなさいねなんかこれ、えー、ここですねこ,ここ こここことここの2箇所にプラスが打たれるわけですよねであと政府の余剰ですよね政府の余剰今回はマイナスということなんですけども、えー、ちょっともう一本ね私ちょっとこれ色変えてるんですけどもこれ色ちょっとか分かりづらいかもしれませんねちょっとマイナスをマイナスはちょっと丸つけましょうか、ね、一応これあの色が違うんですけどちょっと色の違いが分かりにくいのでこれマイナスと言いますやりましたこれ補助金です補助金支給分ねで、うん、こことここですね こ,ここのプラス一個入ってますけど、ねここのエリアにもマイナスが入ります。で、あとここ何もないところにマイナスが入ります。補助金っていうのは、補助金っていうのは三え四角形 A E F B なんです。ちょっと見えづらいですね。 えー、四角形 AEFB AEFB なんですよ A、e、F B だからこの分がマイナスの余剰ということで AEFB のところにマイナスマイナスマイナスっていうふうにあるんですねここはちょっと面積が狭いですからこう書きづらいかもしれませんけど、えー、まあ,あの書けるんだったらちょっと書いていただければですねここマイナスになるわけですねですからこれね余剰分析していきますとプラマイ1個ずつだからここのところ消えるんですよでここもプラマイ1個ずつだから消えますよでここマイナスが1個残ってるんで余剰のマイナスですよでここプラス1個ずつなんでここは余剰のプラス ですよですから余剰は b g d マイナスの三角形 EFG というふうになりましてここのマイナスのここの部分ですね三角形 EFG が面積でいうと鹿、まあ、重になってるという,、ね、いうお話でしょうかね。 まあ、あのやっぱりねあの私の経済学の講義では図式文章というふうに言わせていただいておりますんでやっぱり経済学っていうのは数式、まあうん、計算とかねそういうのも大切なんですけどもやっぱりこのグラフでしっかり概念を抑えるということも大切でありましてねやっぱりあのそうですねあのいくら計算力があるだとかあるいは数式の展開が早いだとか。 数式の、ねえー、操作能力が高いだとかそういうのもねやっぱり大切なんですけどやっぱり経済学的な思考概念 ここれをしっっっかかかりりとととと持っているかどうかといううがやっぱり特に大切だと思うんですよねですからやっぱりグラフをかけるというところを、まあ、とりあえずねまず一番重視していただければと思いますね。やっぱり計算というのは、ね、もちろん大切なんですけどもやっぱりグラフをかけるようにするっていうことがもちろんまず大切かなというふうに思いますね。 そこで概念をしっかりと抑え込んでいただいてあとはまあ計算はねだから概念がないような状況でですね計算しても全然あんまり意味ないんじゃないかなというふうに思うんですよねなのでまずはしっかりとグラフを押さえていただければと思いますではですねえっ、ー、とその次なんですけども5ページになりますが、えー、これはね結構難しいですよねちょっとあの見ていきましょう5ページ。 えー、5ページはね、供給なんですよね。5ページは供給の話で、ちょっと問題も確認しましょうか。1ページなんですけどね。えー、この賃貸住宅市場で政府が1500個の賃貸住宅を供給するケース、これを考えましょうということでありまして、あのーまあ、政府がですね、1500供給するんですよね。 ですから供給量が1,500増えるんだなとね供給量が1,500増えるということですからまあ従いまして供給曲線が右にシフトするってことかなというふうに皆さん考えていただければと思いますね。だからこれははっきり言ってちょっと難しいんですけどもあの私の今のね今からのお話でプロセスをお,あのさあのお話しさせていただきますんで。 知らないっていう前提で解いていきますこういうふうにシフトするというのを知らないという前提で解いていきますだけどもあ、こういうふうにやればいけそうだなっていうのを掴んでいただければと思いますで現場でもしこういう問題が出たらやっぱりこうなんかね グラフを書いてていいいただいていやーこれなんか供給量が政府が供給してるということは増えるってことだからじゃあどっちにグラフはシフトするのかなっていうふうにま試行錯誤していただいてですね頑張ってここまで持ってきていただければと思いますけどね、まあ、なかなかあの全部あの答えを出すっていうのは難しいのかも分かりませんけどまああの私のね、えー どういう風にグラフをシフトさせてるのか、っていうのを見ていただければと思いますが、まずですね。まずね。まず供給曲線を持ってきましたね。いいですか？まず、供給曲線があるんですよね。切片部分が400で傾きが10分の1というまあ、供給曲線がありますね。供給曲線が。ね でまあ P=10x あごめんなさい P=10 分の 1x+400 というね丸4式があります。で供給曲線が今回シフトするとなんでシフトするんですかっていうと政府が1,500の供給をするから、ね、政府が、ね、1,500の供給をする。で政府が1,500の供給をですねするということはどういうことかっていうと もうあらゆる、えーまあ、供給量の水準で考えてですね 1, さらに供給量が増えるということですね政府,の政府があ、ねえー、賃貸住宅を1,500供給するということは、ねえー、今ある供給量に1,500付け加わるということですから1,500だけ供給曲線が右にシフトするっていうことなんですね。じゃあ 供給が1500ね増えるということは右にシフトするじゃあこのそもそもの供給曲線ですね横軸の切片これ考えていただければと思います横軸の切片これ考えていただきますと計算上はマイナス4000になりますよね横軸の切片ね皆さん横軸の切片っていうのも私の講義ではですねあの必ず基礎の講義で扱ってるんですよ あの予算制約線だとかねあるいはあ逃避要線だとか横軸の切片っていうのは必ず私の講義ではあの基礎の講義では扱ってるんですで横軸の切片の出し方っていうのを忘れちゃった方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、今からちょっとねお話しさせていただきますんで、まあ、そこのところを確認していただければと思いますね。横軸のででどういういうに出すんですんかということなんですけども横軸の切片っていうのは高さが。 高さ P が0の時です。横軸の切片というのは高さ P が0の時ですからこの供給曲線 S ですね p イコール1十分の1ス4 0 0の P に0を代入してあげて X について解けば横軸の切片が出てくるということで、ねえーこれえー、P にね供給曲線の P に0を代入してあげてですねそれで X について解くとですねマイナス4 0 0 0になるじゃないですか。 これが横軸の切片なんです。で、政府が供給するっていうことは、ね、政府が供給するってことはマイナス4000の切片が1500右に移動するってことに他ならないわけですよ。ね、ですか。政府が1500、えー、追加で供給すると、賃貸住宅し準賃貸住宅を供給するっていうのは供給曲線上のどの点も右に1500シフトするってことに他ならないわけですね。 これもちょょっと申しし上げておきましょうか、ね、あのー、供給曲線に限らず需要曲線でも、まあ、IS 曲線でも LM 曲線でも何でもいいんですけどもあの線というのはですね点の集まりなんですよ。 1,000というのは点の集まりでだから今回1,500政府が供給するということですからね供給量を表している供給曲線が、まあ、点の集まりで供給曲線になるわけなんですけども1,500だけ供給量が増えてるわけですから点が1,500だけ右に移動していくつまり供給曲線が右にシフトするというお話になるんですね。 ですかだから、あのー、供給曲線線というのはそもそも点の集まりであると。で1,500供給量が増えるということはそれぞれの点が1,500だけ右に移動するつまり供給曲線右シフトっていうねお話になるわけですね。ですからこの切片部分がマス4 0 0 0だったわけなんですけど1,500だけ点が移動するということですから新しい供給曲線っていうのはですね、えー、切片がマイナス2 5 0 0なんですよ。 4マイナス4,000だった切片が1,500点が移動すると、ね、マイナス4,000の切片だったのが点が1,500だけ右に移動するってことですからマイナス2,500なんですよ新しい、ね、新しい供給曲線っていうのは、ねえー、横軸の切片っていうのはマイナス2,500になるわけですね。でここまでいくとねかなりできるんですよ。これね。 新しい供給曲線というのはね1500右に移動してるということでこれ傾きは変わってないんです。ね、傾きは変わってないんですよ、ね。1500供給量が増えてるということですからこれ傾きはそのままで1500だけ移動してるということで傾きは同じなんです。ですから新しい供給曲線 S ダッシュというふうに置いてますけど10分の 1x 傾きは同じなんです。だからわかんないのは切片の部分なんです。 これを丸 ④ ダッシュというふうにやっておきますけど、切片の部分がわからないと。じゃあ切片っ,ってどういうふうに出すんですかっていうと、こうなんですよ。ね、今、これね、マイナス2500のところにいるんですよ。で今、マイナス2500のところにいて、でこれね、2500移動させたらどうします点を2500移動させたら、ね、0に,になりますよね。だから2500ここに移動させたら、ね、上に。 ね、2,500移動さしたらこれ0になりますけどもう2,500移動したら上に何個増えるのかなその上に増えたところがこうまさに切片になりますこれ250ってもう先に帰っちゃってますけど、ね、じゃあこれ250って何で分かったのかってとこれ傾き今回10分の1じゃないですか、ね、傾きが10分の1なんですよだから,25増ら、ね、2,500増えたら2,500増えたらその 2,500×10 分の1だけ上にシフトするとですね いいですか、ね、2,500増えたらそのかける10分の1倍、ねえー、上に増えるということですから250上に増加するということでしたがって切片がこ250になるという話ですね。いいですかね。でなのでまあ切片が250というふうにこれ確定しましてであとはまあ250という切片が確定しましたからこうね新しい供給曲線は200切片が250ですよ。 でえーまあ、あとはです、ね、ここですすねねここシフト後の供給曲線と、えー、そして需要曲線の交点が均衡、まあえー、点ですから均衡点のですね価格と取引量を求めるということで需要曲線と供給曲線ですねイコールでドッキングさせて取引量を出すということで2500になるわけです。 一方で2500が分かったら需要曲線かあるいは変化後の供給曲線に代入すれば価格が500というのが出てくるわけなんですけども、えー、例えばあ、まあ、変化後の供給曲線ですね変化後の供給曲線取引量2500を代入してあげてまあ価格が500というのが求まるというお話ですね。いいですかね。 じゃあ、えー、次に消費者余剰,余剰ですねこれやらせていただきますけどね消費者余剰消費者余剰っていうのは価格よりも上で需要曲線より下の部分ですから、えー、消費者余剰っていうのは底辺が2500底辺が2500高さが1000-500ですこれどっかに書いてますよ私、ね、これですね底辺がえーえー 2,500でえ高さが1,000-500を掛け算して1 2分の1かけて62万5,000これが消費者余剰です。で生産者余剰なんですけども生産者余剰はねこれね難しいんですよ。あの生産者余剰はちょっとレベルが高いところになりますんでまあここはなかなか難しかったかなっていうふうに実は私は思ってるんですけどね。ではえっとですね。えー。 生産者余剰はあこちらのグラフでいきましょうか、えー、まずですね生産者余剰ということなんですけどもおこれね結論を申し上げるとねこれね丸三の箇所になります丸三の箇所ね丸三の箇所が生産者余剰になるわけですね。でなんでですかっていうと価格が P1 の時に1,500はね1,500はですね政府が供給するんですよ。1,500は政府が供給するということは民間の企業はですねえ 民間の企業は合計で2,500供給するんですけど民間の企業は2,500マイナス1,500の1,000しか供給できないということになるんですね。いいですかあの問題文ちょっと確認しましょうかね。 政府が1,500の、ね、賃貸住宅を供給するというふうに言ってますから2,500の供給量がマーケットであるならばあ政府は、ね、1,500供給するということですから民間企業は1,000しか供給してないということじゃないですか。まあ、従いまして、ね、民間企業の供給量は1,000であると。 民間企業の供給量は1000であるとですから、底辺が1000高さが500-400だから底辺かける高さ割 ÷2 で求めればいいんですけど、要は概念で言うと丸3の箇所が生産者余剰という風うになりますね。丸3の箇所ですね。生産者余剰ですね。よろしいですかね？ じゃあ、えー、政府が、ね、供給するということですからこれ政府の余剰というのが出てくるんですけどこれまた難しい、えー、これまた難しいんですけども。 ちょっと問題文の 1,、えー、1ページちょっと私確認させていただきますけどね、えー、1ページの2行目後半ですなお政府も民間の賃貸住宅供給者と同じ費用関数を持つものとすると政府も供給関数が同じだというふうにこれ考えですね。 難しいですけどもこの政府も、えー、供給構造が、えー、同じ供給関数ということなんでこっちの供給曲線を使うということですこっちの供給曲線費用構造が同じということですからこっちの供給曲線を使うということでですから今価格が500ですよ今価格が500で、ね、今価格が500そして、えー、この価格が500でですね この、えー、1,500ね1500 1500これ供給すするわけですよ、ね、1, の時1500供給するだけどもこれね1,500をこの MC 供給曲線はここの部分ね上回ってるんですよね。この1,500供給するわけなんですけどもその限界費用は、ね、収入を上回っちゃってる部分になるわけなんですよ。つまり三角形でいうと FE1G ですね。 丸四丸五丸六なんですけどもここの部分がねえー、せあの政府の余剰のこれマイナスになっちゃうわけですね限界費用の方が高くついちゃってるわけですよ政府は一個あたり五百しかもらえないそれが千五百作って五百かける千五百しか政府はもらえてないんですけども限界費用で言うとですねそれを大きく上回っちゃってるんですよ。 限界費用で言うとねで、えー、収入を上回っちゃってる部分が収入を限界費用の合計が上回っちゃってる部分が456ということでですねでその456ということなんですけどじゃああのー、ここね底辺は1500でいいですよ底辺は1500ね。じゃあ高さはっていうとこれね、えー、ここまず500っていうのはいいんですけどここ650って分かりますかね どういうふうに六百五十って出したのかというと、この取引量が二千五百ですよね。二千五百の時に、供給曲線に代入していただくと。供給曲線っていうのはこれですから、ね。ここに二千五百代入していただきますとね。六百五十になるじゃないですか。 だから、この高さっていうのは六百五十なんですよ。ですから、この丸四、丸五、丸六の底辺は分かりましたけども、千五百で。高さはって言うと50、六百五十マイナス五百ということで、百五十になるわけですね。だから、千五百かける百五十かける二分の一で、四五六の面積が求まるというふうになるわけですね。これが政府の余剰のマイナスと。ね、政府の収入を限界費用の合計が上回っちゃってる部分ということで、四五六がまあ政府の。 赤字部分であると余剰のマイナス部分であると、まあ、ここのところはちょっと難しいところですけどね。ですよね。まあ,あのちょっとね、えー、式なんかもこれちょっと書いておりますん、ね、でごめんなさいちょっとこれあの皆さんのお配りしてるのはこれ書いてませんけども、えー、ちょっと消しときますね。まあ、ちょっとあのこんな感じですね。 であとはあまあ総余剰ということで、まあ、消費者余剰と生産者余剰とね政府の余剰をまあ加算減算してあげると政府の赤字はですねマイナスもちろんしてあげますからまあこういうふうになるのかなとで科重っていうのはあ政府介入があなされる前となされた後のですね総余剰のお差額で科重が出てきますんでね、まあ、ちょっとあの画面ねちょっと映していきますね。 ちょっと前のページもですね映させていただきますけど。 ですかねまあ、レベルがあ特にね、えー、先ほどの供給曲線が右にシュートする方はちょっとレベルが高いのかなというふうに思いましたけども、まあ、特に政府のね、えー、余剰、まあ、赤字になってしまうというところが非常にちょっとつかみにくいところだったのかなとは思いますけどねあそれからこれもちょっとお話しさせていただきますけど。 えっとね。クラウディングアウトという言葉がね。出てくるんですね。クラウディングアウトという言葉が出てくるんですけど5ページになりますね。クラウディングアウト効果までマークが来ましかね？ちょっとこの辺り読んでいきますね。 えー、この時というふうに5ページの真ん中辺り真中り下なんですけどこの時賃料は P1 へと下落し賃貸住宅の数は q 1へと増加するとしかし民間業者の供給量は q 2となり、えー、公共住,、えー、住宅が供給される前よりも少なくなるとこれを、えー、公共住宅供給によるクラウディングアウト効果というという,というお話ですね。あのー、クラウウディングアウト というのはですね。んん、まあ、皆さんがイメージするところはやっぱり islm 分析だと思うんですよね。えー、つまりま政府が公共投資を例えば増やすと。 えー、そうするとですね、常数効果が働いて、ですね、まあ、国民所得が増えちゃうでしょうと、で国民所得が増えると、ですね今度は貨幣市場でですね、まあ、利子率が跳ね上がると、利子率が上がっちゃうから、じゃあ今度は財市場にまた影響が出てきて、設備投資が減っちゃうということで、要は政府が公共投資をするということは、国民所得を増やして、そこまではいいんですけども、貨幣市場で利子率を上げちゃうもんだから、一部の民間の設備投資を締め出しちゃいますよという議論がありましたよね。これがクラウディング クラウドですよねでだからマクロの文脈では皆さんクラウディングアウトっていうのはもうすでに学習済みで、まあ、あの得意とされる方が多いかなというふうに思いますけどこれ実はミクロでもね出てくるんですよねこれはあのかつての浅田義久試験員のね、えーまあ、著書でも書いてあった内容なんですけどもでそもそもねクラウディングアウトっていうのはね押し出すとか締め出すという意味なんですよ。押し出す締め出す、ね、ですす締めねでからあのー えー、今回のケースもまさにその通りで政府が、えー、1500でしたっけすでよねそれによって全体の供給量は増えてるんですけど民間企業のですね供給量は押し出す締め出すっていうことをされちゃいまして減ってるじゃないですか。 だからこれ民間あの政府が出てこなければ90という、ね、供給量だったんですけども政府が出てきちゃったことによって全体の供給量は増えたんですけど民間企業の供給量は減っちゃってるわけですよね政府が出てきた分ねだから民間企業の供給量が一部締め出されちゃってるとこの押し出す締め出すっていうのにここで当てはまりますねとだからこういうのもクラウディングアウトと呼びましょうという、まあ、そういったお話なんですね。 だからクラウディングアウトっていうのはマクロ経済学でもちろんやっぱり一番使う概念ではあるかなと ISLM 分析の時にねでももともとの意味っていうのは締め出すとか押し出すという意味ですからだからマクロの方も押し出す締め出すというですね政府が出てきたことによって利子率を上げて民間設備投資民間住宅投資を一部押し出す締め出すっていうことですよねこれも同じ議論でありましてクラウディングアウトのまあ本質的な意味押し出す締め出すまあこれもちょっと今押さえておいてだければと思いますね だかららこれからも出るる可能性あるんですよあのミクロ経済学の問題でクラウディングアウトについて説明しなさいみたいな問題が出ることもありうるということで、まあ、だからそういった時にびっくりしないでいただければなとクラウディングアウトっていうのはそもそも、えー、押し出すとか締め出すとじゃあ何が原因なのか政府の行動ですよ政府の行動が原因,原因で民間の、えー、動きをね民間のを 押し出す締め出すっていうことがまあ根本的な意味合いですからまあそういったところを押さえておくとまあんびっくりしないかなというふうに思いますけどね問題文で出てきたとしてもねはいえーそんな感じになりますねえそれではですねえ休憩の方をねえお取りいただければと思いますえどうも皆さんお疲れ様でした。